皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日の動画はカラコンカラコンレビューをしたいと思います。今日のカラコン、グダグダだな。今日のカラコンのご紹介はこちら。はい、リルムーンマンスリーウォーターボーターの紹介です。はい、今日つけているのがですね、こちらベースカーブが 8.6、 レンズ直径が 14.5mm の、ローラちゃんプロデュースのカラコンになります。で、光が当たるとすごく水色が発色するコンタクトになっていて、私が普段つけているこのリルムーンシリーズのグレージュとか、まあ、いろいろ色があるんですけど、このリルムーンシリーズは私ずっと去年もツイッターとかでつぶやいたと思うんですけど、すごくつけやすくてカーブも多分相性良くてつけてます。で、今回こちらを使わせていただいてるんですけど、マンスリーなので1ヶ月になるので、ちゃんと保存液とかね使って、皆さんぜひ使ってみてください。なんだろうな、私が使ってみた感じ、グレージュとかはどちらかというとすごく灰色だったりとか、灰色なんて言うんだろうな、ベージュ感だったり、ちょっとグレー系な色が多いんですけど、あとグリーンが混ざってるのかな、あれは。なんだけど、これはどちらかというとブルーとブラウンとのミックスですかね、色的に。ここが周りがブルーで中がグリーンですね。私もともとの目の色が薄茶色なので、自分の目の色との発色も、まあ、相性もあると思うんですけど、私が好きなコンタクトはこちらのリルムーンが最近はすごく好きです。で、前にもね紹介したピンクのコンタクトあったと思うんですけど、あれはね最近全然つけてなくて、っていうのもあれマンスリーなんですけど、私基本ワンデーで、でこのなんであれからこっちにずっと使ってるかっていうと、最近私目の調子がずっと悪かったっていうのもあったし、体調も優れなかったので、お仕事に行く日と行かない日って本当にパッて分かれちゃってて、でまあ本当に行かない日は、まあ、家でカタカタとやってるんですけど、そういう時はもうメガネでずっと過ごしているので、そういう時はねカラコンとか何もコンタクトもせずに過ごしている日が多くて、でまあそうなっちゃうとワンデーの方がねいいかなと思ってずっとワンデーを使ってたんですけど、そのワンデーとマンスリーの違いって、まあ、ずっと毎日使う人は、まあ、マンスリーの方がいいと思うんですけど、まあ私みたいに何だろう、たまにしかカラコンつけないとかなっちゃった時に、まあ、ワンデーの方が使いやすかったりとか、私が使ってたピンクのカラコンはマンスリータイプしかまだ発売がされていなかったので、まあ、今回このマンスリーいただいたんですけど、そうですね、これはワンデーバージョンもあるので、ぜひワンデーで試してみたいなっていう子もいたら、ワンデーもこれはあるので使いやすいかなと思います。すごく本当に私的にはですね、すごくなんだろうな、とりあえず直径 14.5mm で、あんまりこうそんなにこうがっつり盛りますっていう感じではないですね。で、なのですごく自然な発色とナチュラルな瞳の直径なので、自分の目の大きさに合わせた、まあ変なこう盛り方もしないコンタクトになってます。ベースカーブも 8.6 なのですごくつけやすく、私の瞳にはすごく合うカーブかなと思います。で、ちょっとねカーブってすごくみんな何って言うんですけど、こうなってる人とこうなってる人とか、なんかこう、まあ、瞳の大きさとかカーブとかってこう緩やかなカーブだったり、本当に丸い子だったりとか、その子によってカーブが違うので、つけやすさだったりとかが、まあ、人それぞれあったりするので、まあ、いろんなコンタクトを試していただきたいなと思うんですけれども、今回紹介するのは本当にワンデーとマンスリーとってあるので、まあ使いやすいかなと思います。ということで、相変わらずすごくレビューが下手くそな、ちょっと無理やりの最近使っている、こう数年使ってるリルムーンでした。皆さんよかったらリルムーンのこちらですね、ウォーター、はい、今日盛り上げつけてるのがウォーターなので、
ちょっと試してみてください。ということで森有でした。バイバーイ。 Twitter、Instagram の場合の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。はい、ほんとごめんなさい、下手くそで。